こんにちは、マニアンヌです。100万円で買った家を再生する DIY チャンネルです。今回は冬の電気に絞っていざという時困らないための災害対策を考えてみようと思います。あくまでも田舎の一軒家で想定した対策です。都会、マンションでは無理というのはあるでしょうが、その辺は適当に流して参考にできるところだけ一緒に考えてみてください。今、中東での争いが激しさを増しています。日本は遠い国、しかも宗教的にも全然よそ者なので、直接的な被害はすぐにはないでしょう。しかし、エネルギー的な危機は風前の灯火かもしれません。いざホルムズ海峡で何かあれば、石油、天然ガスが入ってこなくなってしまいます。エネルギーは中東への依存度が高いので、かなりピンチです。現代の生活の中で電気が使えなければとんでもないことになってしまいます。地震や台風などの災害で一時的に使えないのとは次元の違う話です。さらに日本全体なので救助が来るということもありません。というわけで、今回の対策は数ヶ月を見越した長期的なエネルギー不足に備えるという設定です。そんなことあるわけないじゃん。そうでしょうか。この数年、あるわけないことばかりが起こっています。対策しないより、しておいた方が良いに決まっています。完全に電気がなくなると、お店も電車もバスも、何もかにもストップですが、極端な話はさておき、もっと現実的な電気不足、節電、計画停電などが起こったとき、自分の身は自分で守るという対策を考えてみます。まずは電気で一番外せないのは、やはり通信機器となります。テレビ、パソコン、スマホ、電話など、情報が絶たれてしまえば、どれほど不安になることでしょう。お年寄り、赤ちゃん以外は、ほとんどの人がスマホ依存症レベルです。それが使えなくなったら、ゾッとしませんか？節電のためだけなら、値段も高いし、そこまでしなくてもと思っていた、ポータブル電源とソーラーパネル。こうなったらやはり必要かもしれません。どれがいいか、どこまでなら買えそうか、一応チェックして欲しいものリストに入れておく方が良いと思います。意外と選ぶのが難しいので、もたもたしてしまいます。いろいろ調べないと訳がわかりません。そんなことをしている間に、本当にエネルギーの輸入がストップしたというニュースが出た途端、売り切れます。だって何が何でも、スマホぐらいは充電したいはずです。情報が途切れたら恐ろしく不安になるでしょう。これがいいとかあれがいいとか選んでいる余裕はありません。次にこれから冬になっていきますので暖房も確保しなければなりません。なるべく消費電力の低い暖房方法を今のうちに考えておきます。今と同じレベルの快適さなんてあっさり諦めてください。ほぼ家の中でキャンプです。そこで私の独断と偏見の入り混じった商品をご紹介してみようと思います。まずはポータブル電源とソーラーパネルです。自分で使っているものや良いと聞いたもので提案しますので、同等品を選べば良いと思います。費用はない、でも最低限のスマホくらいは充電したい方。超小型ポータブル電源、ブルーティー EB3A 268Wh。26,800円。Amazon のベストセラーで1位です。ブルーサンソーラーパネル 110W 11,000円。またはブルーサンソーラーパネル 160W 14,300円。こちらセットで買うと 37,800円か 41,100円で揃います。パネルはつい折りたたみ式を選んでしまうところですが、枠がある分重く大ぶりになります。出し入れが意外と面倒です。どちらも長い方が1メートルちょいなので、窓辺にぶら下げておくとか、ベランダに出したり入れたりしやすいサイズです。あくまでも家の中で過ごせる災害対策なので、持ち運びに便利とか気にしません。他にパネルを選ぶ基準として、ポータブル電源に合った電圧を確認しなくてはなりません。小型のポータブル電源に、
400ワットのパネルなんて使えないんです。例えば、このブルーティー EB3A の場合、動作電圧が 12V から 28V のものを選ぶように書いてあります。そしてもう一つ考えるポイントがあります。充電時間が短い方がいいに決まっていますが、充電速度はアンペアが関係します。アンペア数が大きいほど充電時間が短縮できます。同じワット数のパネルであっても、製品によってアンペアもボルトも様々です。同じ時間に同じ場所で充電したとしても、アンペアの大きいパネルの方が早く充電できるということです。スマホだけじゃなく、とりあえず、一安心できるくらいの電力を確保したい方、VDL ポータブル電源大容量 2048Wh 118,800円、3ポートパワーソーラーパネル 375W 29,700円、大容量は 1024Wh のデルタ2 107,250円も持っているのですが、ほとんど値段が変わらないのなら 2000Wh の方が安心感があります。もちろんいろんな機能に差があり、デルタ2の方が便利です。しかし、容量が倍なら、そこのところは目をつむってというのが実情です。もしお金に余裕があるのなら、有名メーカーの 2000W 以上の製品を揃えるのが安心です。ただし、冷蔵庫のような連続使用が必要なものは、大容量を複数台持っていないと使用は難しいでしょう。何しろ、曇りの日や雨の日が続けば、ソーラー充電ができません。長期の停電ならそこは割り切って諦める。または大容量を複数台持った上で、キャンプ用の車載用冷蔵庫を買っておくということになります。そしてこのおすすめパネル、375W の製品ですが、デルタ2なら晴天の場合3時間ほどで満充電。VDL も6時間ほどで満充電になります。こちらのパネルは大きさがありますので、設置場所がない場合は他の選択肢を考えてください。以前コメント欄で教えていただいたトールパワーの大容量も良さそうに思います。こちらのポータブル電源とソーラーパネルのセット、キャンプという方がソーラーパネル1枚セットで14万1000円。アウトドアの方を選ぶとソーラーパネル2枚セットになり16万9000円です。やはり1週間ほど耐えるのと長期にわたっての生活を考えるのでは、全然違う対策が必要です。今紹介したのは 300Wh クラスの小型と 1000Wh 以上の場合ですが、複数台を揃えるのであれば、大容量プラス小型を家族の人数分というのもありかと思います。大容量でソーラー充電をして、そこから小型に充電することができます。それぞれにソーラー充電をしようとすれば、機種に合ったソーラーが必要になるので、パネルが何枚も必要になってしまいます。なので、効率の良いソーラー充電を大容量で行い、そこから小型へ充電という具合です。何しろ、小さいから早いということはありません。1000Wh が3時間で充電できるのに、先ほどのアンペアの理屈でいくと、300Wh が6時間も7時間もかかるということになってしまいます。自分専用のポータブル電源で、スマホとかゲームとかパソコンとか自分で工夫して過ごしてはどうでしょう。各自自分で使える容量を計算しながら工夫して過ごせます。自己責任なので電気の取り合いで揉めたりしません。誰だって長期間娯楽がなくなってしまえば気がおかしくなってしまいます。子供がいたらなおさらです。そんな時ゲームできたり映画を見たりできるのは重要なポイントです。小型を何台も揃えたい場合こちらがおすすめです。読み方わかりませんが、300W、19,800円。私が持っているのは旧型で、液晶画面がなくランプのみでしたが、残量が表示されるようディスプレイがつき使いやすくなっています。同じく小型のブルーティー EB3A に 268Wh と比べ、性能に差はありません。どちらかというと、こっちの方が 299Wh と容量が大きいです。しかし、値段が断然安い。次は暖房対策です。今回は電気に絞った対策なので、石油ストーブ、薪ストーブなどはちょっと脇に置いておきます。そうすると、普段使用しているエアコン、ホットカーペット、電気ストーブ、こたつなどがありますが、どれもこれもはっきり言って使えません。消費電力が高すぎます。
そこでまたキャンプを参考にするしかありません。寝袋用の USB で使える電熱マットというものがあるようです。これが 10W くらいということで消費電力が低い。モバイルバッテリーでもポータブル電源でも使えます。モバイルバッテリーを選ぶなら3万ミリアンペアアワー。これだけあれば朝まで暖かいそうです。ちなみに調べただけなので私は使ったことがありませんから評価はできません。そしてもう一つひらめいたことがあります。こたつは意外と消費電力が高いのですが、手持ちの電気毛布をこたつの中に敷いてみました。こたつだと500ワットくらいがついたり消えたりを繰り返すのですが、電気毛布は弱なら60ワットくらいがついたり消えたり繰り返します。こたつだと大容量のポタ電が必要ですが、電気毛布なら300ワットアワーくらいの小型のポタ電でも長時間使用が可能です。いろいろ調べてみると、電気ブランケットなんていうものもあります。サイズとか暖かさ、使い道に合わせて自分で調べて工夫してみてください。電気毛布はたまたま持っていたから使ってみただけなので、電気ブランケットなどとは比較ができません。そしてキャンプを参考にするともう一つ、照明です。以前照明だけの動画を出しているのですが、LED ランタンがあれば電気で照明が取れます。オイルランタンだとペットや小さい子供がいる場合危険が増すので、日常生活なら電気が安心です。よくある懐中電灯では避難生活みたいで落ち着きません。以前買ったものが何種類かあるのですが、しばらく使ってみて意外なことに一番便利に使えたのがソーラー付きのランタンです。それだけを持ち出したり、または誰かに貸しても単独で使えます。昼間、窓辺で充電しておけば、夜のほんのりしたくらいの明かりに使えます。曇りの日でも少々なら充電できるし、もちろんポータブル電源から充電も可能です。キッチンに完全に固定して取り付けたランプ型のソーラーランタンもとても役に立っています。晴れた分だけ夜に自動的に明かりがつくので、まるで手間がかからずストレスが一切ありません。夜に暗くなる廊下とかトイレなどに設置してしまっても良さそうです。非常灯のような役割を果たします。暗くなるとともに、だいたい眠る頃には消えます。ちなみに、リモコンでつけたり消したりすることができます。そしてメインになりそうな明るさのあるもの、または複数仕様で明るくできるものも見逃せません。テレビもネットもなくても平気、だけど本を読みたい。そういう人だっているはずです。本が読めるくらいの明かりも確保してください。以上、停電を想定した対策を考えてみました。台風などの一時的な停電ではなく、数ヶ月単位の停電、時間を区切った計画停電など、長期を想定した場合です。あったら便利だと思うもの、絶対必要なものは何なのか、今から想定して選んでおくだけでもしておいてください。いざというとき、やっぱり買おうかなと思っても、選んでいるうちにあっという間に売り切れてしまいます。せめてお気に入りリストでボタンを押すだけ状態にしておいた方が良いと思います。今回ご紹介したものは、Amazon の商品をメインに、ソーラーパネルのみ、ソーラーオフというサイトの商品をご紹介しています。わかりやすいように価格も表示していますが、あくまでも2023年10月末の表示価格になります。クーポンがついているものは、クーポンで値引きした価格で示しました。時期が変われば価格は変動しますので、そこのところご了承ください。全商品、案件などではなく、個人の独断と偏見です。ポータブル電源とソーラーパネルに関しては、特に電気に詳しいわけではない素人の考えなので、間違っているところもあるかもしれません。自分が使ってみた感想だけなので、そんなつもりで参考にしてみてください。よろしければ、コメント欄で有益な情報などご紹介ください。多分いろんな人の参考になると思います。ご視聴ありがとうございました。